1974FIFA ワールドカップでのヘルストレーム。中央は、ポーランドのグジェゴシラとロニー・ヘルストレームは、スウェーデン出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションはゴールキーパー。1970年代を代表するゴールキーパーの一人で、あり、スウェーデン代表として、国際 A マッチ77試合に出場した。ヘルストレームは、 スウェーデン南部のスコーネ地方にあるマルメで生まれたが、13歳の時に家族と共に、ストックホルムへ移住した。少年時代からゴールキーパーとしての才能を示すと、ハンマルビー・イフの下部組織に入団し、17歳の時にトップチームに昇格した。一方で、当時のスウェーデン国内は、プロリーグ化はされておらず、多くの選手は、正規の職業との兼業という形でプレーをし、 セミプロとして、奨学の報酬を得ていた。ヘルストレームもハンマルビーでのプレーの傍ら、大手の小売チェーン店の内勤業務についていた。1974年に、西ドイツ・ブンデスリーガの1、FC ・カイザースラウテルーンと、プロ契約を結んだ。ゴールキーパーのプロ転向はセミプロが主流だった。スウェーデンサッカー界において、異例のことであり、ブンデスリーガでプレーする。 初のスウェーデン人選手となった。カイザースラウテルンでは1976年と1981年の DFB ポカール準優勝に貢献し、1984年に現役を引退するまで10シーズンにわたってチームに在籍し、ブンデスリーが通算266試合に出場した。スウェーデン代表としては1968年に代表デビューし、 1970年に、メキシコで開催された 1970FIFA ワールドカップ。1974年に、西ドイツで開催された 1974FIFA ワールドカップ。1978年に、アルゼンチンで開催された 1978FIFA ワールドカップに出場。西ドイツ大会では、同国の2次リーグ進出に貢献するなど国際。 A マッチ77試合に出場した。引退後はスウェーデンへ帰国し、フルスのハンマル B ・イフや、マルメー FF のゴールキーパーコーチを務めたが、1988年に GIF ・スンドバルで現役復帰を果たし1試合に出場した。2001年からは、ドイツのホームセンターチェーンのホルンバッハ社に勤務している。私生活では、妻との間に3人の子供を設けている。 息子のエルランド・ヘルストレームは父と同様にサッカー選手を志しポジションも同じゴールキーパーを務めた。また、ヘルストレームの父もサッカー選手でゴールキーパーを務めていた。ありがとうございます。